演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら冷凍ティラミスと冷凍チーズケーキ、2種類の冷凍ケーキを食べたいと思います。これラムっていうディスカウントストアで買ったんですけど、確かにハマイっていうメーカーが販売してるみたいなんですよ。まあよくわからないんですが、でも美味しそうなんで買ってみました。こういういわゆるコストコとかだと結構ある人気のは動画でもございますが、近くにないんですよね、店舗が。なのでこういう形で、ちょっと小さめですけど結構ボリュームあります。食べることができて嬉しいです。ではティラミスから食べていきたいと思います。いただきます。最初に食べたティラミスは、上のマスカルポーネチーズクリームの部分がとっても濃厚で、その下にあるコーヒーの染み込んだスポンジもほろ苦くて大人の味わいがあってとっても美味しかったです。冷凍のティラミスもここまでできるんですね。本当にすごい。むしろ冷凍だからこそ出せる味なのかもしれません。ボリュームもあって美味しかった、満足できましたので、こちらを提出させていただきます。そしてレアチーズケーキの方は、上のチーズクリームはとっても濃厚なのですが、下に入っているのはいわゆるクッキーではなくスポンジで、ちょっとスポンジの部分があまりにも味がなさすぎたというのがちょっと残念でしたね。チーズの引き立て役に達するのはいいのですが、もうなんか味がないのでパサパサしている部分だけが目立ってしまっているような、そんな気がします。なんか主役の足を引っ張ってしまっているような部分がありましたね。チーズクリームはとっても濃厚で美味しかったので、ちょっとその辺が残念かなということで、こちらの点数とさせていただきます、チーズ部分だけ食べたかったかな、あれだったら。どうぞ。さて、冷凍ケーキとっても美味しかったです。これでいろいろお祝いとかできたらいいですね。それではアイスクリーム7つ食べるほど熱いケーキな人からだったら本当にやりたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画も拡散していただけると嬉しいです。演舞パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。